だから今一度どういうところに時間とお金使うべきなのかっていうことを踏まえて、反省する、過去は後悔していいって思ってるってことですね、私は。私は自分が変われて、少なくともこの2年間ずっとやってきたことっていうのは20代に対する反省、もっと勉強すればよかった、もっと有効なお金や時間の使い方があったんじゃないか、ね、だからたくさんこれからは勉強しよう、そして今消費するんじゃなくて未来に大きくなって帰ってくることにどんどんお金を使おうって言って、完全に資産志向になった。そして誰よりも勉強を惜しまない、とにかくたくさん学習しようっていうふうに自分の考え方を変えた。これが大きいですし、そしていろいろなものに乗せられたりとか流されたりとかね、煽られたりとかするんじゃなくて、王道を行くと、その時に自分がブレたり迷ったりしないぐらいに鬼のように勉強して、資本主義を味方、資本主義市場ですよね、資本市場を味方にして、そこから大きな富を想像できるようにならなければいけないということなんですよ。だからそうすると全然辛いこととかもないし、苦しいとかね、悲しいとかなんてないんですよ。人を見たりとか比べたりするっていうこともどん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 減ってきます。気持ちもやっぱりどんどん安定してきます。計画的に着実に堅実にやっぱ成長していってるっていう感覚が、自分の自信にやっぱりだんだんつながってくるわけですよね。そうすると人々とどんどん行動が変わってくるわけですけど、それこそが私は自分は成長なのかなというふうに思ってるわけですよ。だから今一度どういうところに時間とお金使うべきなのかっていうことを踏まえて、反省する、過去は後悔していいって思ってるってことですね、私は。そこから二度と同じようなことをしまいってことが生まれると。で、人々から言うとなんかこう修行してるような感じでつまんなそうと思うかもしれませんけど、私にとってはすごく分かってやってるわけですから、幸せなわけですよ。楽しいですし、だから遊べなくなるっていうかもしれないけど、でもやっぱそれを犠牲と思ってませんけど、犠牲というんだったら犠牲かもしれない。だって今消費することをやめるわけですから、何でもかんでも都合よくなれないんですよ。もう2つのタイプです。今何でもかんでも消費して考えないで、ずっと時を経過してずっと不安な感じでいくのか、それとも一回バシッとここら辺で自分の今の状況を客観的に見て、将来を良くしようってね。だからもう本当に将来より多くのものを取る人なのか、今だけを生きていく人なのか、本当に大きくこの2タイプなんですよ。だけど99%の人っていうのは今だけをやっぱり生きてるから、それは将来を見てスノーボールっていう考え方でね、もう本当に絶対忘れない方がいいですよ。あと10年遅かったら今の位置にいないっていう場面の言葉ね、1日も早くそのゲームに参加するっていうことが非常に重要だと。そしてたくさんのやっぱ勉強をしなきゃいけないっていうね、それに裏打ちされてるわけですから。そして人格を磨いて、そうするといい人が集まってきたりとか、やっぱすぐには結果で出ないですけど、後で羨まれるような人生になるわけじゃないですか、そっちの方が。で、その消費をずっとしてきた人たちが羨んだとしても、もう絶対その距離にはいけないので、追いつけるわけないんですよ。何十年分の差っていうか、とんでもないこう考え方の発想のスタート地点が違いますし、どうやっても取り返せない、その差っていうのができるわけですよね。まあ、本物にならなきゃいけないってことですよね。私は中身を磨くべきだと、勉強をたくさんすべきだと、本質っていうものを考えられるような、やっぱ頭のこの鋭さですよね、これを得るべきなんじゃないかなというふうに思います。